社長が経営者が学ぶべき人事の事柄とか人事の話とその一方で社長が学ばなくてよい人事の話っていうのがあります5年間で200万円ぐらいつまり8割減が実現できるというところでありますいかに中小企業の場合ですね選択と集中ですね何に絞って何に投下していくのかというところがとても大事になってくる はい。皆さん、こんにちは。LINE 公式アカウントチャンネルのつつみです。今日は特別ゲストの長谷川さんをお呼びしてですね、あの YouTube のタイトルにもあると思うんですけれども、L ステップ×人材採用ということで、実は今、L ステップはですね、売上を当然上げていくとか、リピート率を改善するとか、新規集客、まあ、こういった面でも結構使われているんですけれども、採用市場でもかなり使われ始めていると。私もこのセミナーちょっと聞いてるんですけれども、かなりこの人材、今、どういう風に獲得していこうとか、実際にこう、費用がかかりすぎちゃって困ってるわっていう会社さんもものすごく多いと思います。 思いますのでそんな会社さんにはもうあっと驚く目から鱗が出るぐらいの、はい、目から鱗が出るとか, <laughs> なんか言い方ちょっと忘れましたけど <laughs>、まあ、目から鱗の内容になってますのでぜひ楽しみにしていただければなというふうに思いますでは早速なんですけれども長谷川さんからまあ自己紹介も含めてもう早速この L ステップがける人材採用ということで資料を作ってきていただいていると思いますのでぜひご共有をお願いしますはいでは資料共有させていただきますではす早速 スタートさせていただきます。はい、はい。あの現在マーケティングのパートナーとしてですね、やらせていただいております長谷川光と申します。よろしくお願いいたします。 まあ最初ちょっと前半はですね、自己紹介もありますので、そちらの方、スライドを使いながら自己紹介させていただければと思います。で私は、あの、もともとですね、今ちょっとスライドで見ていただいているような、住宅を中心としたリペア業というですね、こういう事業をやっている会社で人事部長をやっておりました。なかなかちょっと聞き慣れない業態なんですけども、まあ、わかりやすく言うと、車の板金を住宅版でやっているような、まあ、こういう例えばフローリングとか、サッシとかのですね、 水とか凹みとかを交換せずに修復するというビジネスをやっておりましてまあ、そこで人材採用とか育成とか組織作りという人事部長をやっておりましたちょうどその組織がですね私が人事部長を始めた頃というのが売り上げが6億従業員数が52人の会社でしてまあ、半分従業員の半分ぐらいはパートさんアルバイトさんなんですけどもこれぐらいの規模感だったところが8年間で売上61億の従業員数513人になっていったという会社です 採用とか育成とかいろいろやってきたんですけども、これだけ見るとですね、綺麗になんか右肩上がりみたいな感じはあるんですけども、実は現場ではですね、そんなことは全くなくてですね、本当にいろいろと運用曲折しながらまあここまでたどり着いたっていうところではあります。合わせてですね、これはまあ私が退職した後ではありますけれども、2019年に東証一部上場にですね、私の前の会社があのホールディングスを作ってですね、キャンディという会社で上場をしております。で、ちょっとまあ余談でもありますけど。 けども、私とツーショットで写っているこの左の写真の方がですねまあ、創業者の方でちょっと右側にですね女性の方とツーショットの社長がですねいますけどもこれはですね女子プログラファーの渋野ひな子さんですねちょうどですね渋野さんが世界一になるイギリスで世界一になりましたがそのもっと前にですねスポンサー契約をしておりましてですねでちょうど岡山出身というですねまあ、社長がですねそういうご縁もあって渋野さんのスポンサーになって世界一になる ととこころをこの社長はででですねイギリスで見たとで私はその連絡が入ってですねちょうどテレビ中継を見たというところでですね非常に運の持ち主の社長のもとで仕事の方やらせていただきましたで私の今やっている仕事としての思いという部分で言いますともともと中小企業ベンチャー企業で仕事をやってきましたので中小企業さんの本業の発展ですね、えー、成長発展するために私はまあ社外の人事部長という役割として若い、まあ あるいはすと非常勤の人事部長みたいなそういう役割としてですね、まあ、経営と人事の仕組み化っていうところを中心にサポートの方をさせていただいております。自己紹介はこんな感じです。はい、はい、長谷川さんありがとうございます。もうなんか早速本題に入っていっても全然いいかなと思うんですけど、やっぱりこういうまあ人材畑で働かれてきたご経歴というのがあって、まあ今こう L ステップも活用しながらこういったことを中小企業様にまお伝えしているというところですよね。はい、じゃあ早速もう 本題に入っていただいていいので大丈夫です。お願いします。あはい、ありがとうございます。 はい。ではですね、まあ、マーケリンクの LINE 公式アカウントがですね、この QR コードこちらにあるんですけども、今回あの動画を視聴いただいた方に特別にですね、こちらの動画の資料ですね、PDF でお渡しプレゼントさせていただきますので、まあ、ぜひ登録いただければなというふうに思います。こちらの QR コードから読み取っていただければ、マーケリンクの LINE 公式アカウント登録できるんですけれども、もしちょっと登録できなければですね、概要欄に URL 貼っとりますので、そちらの方から登録いただければと思います。はいでは、本題ですね。 入っていきたいと思いますけどもまあ、今日はあの4部構成で展開していくという形になります。で、まず、最初は中小企業経営者の悩みとはというところからですね入っていきたいと思います。 まず、社長の悩みというところなんですけども、まあ、私もまあ前職からですね、まあ、今はいろんな中小企業の経営者の方と仕事の方をさせていただいたり、いろんな会合なんかでですね、お話しさせていただく機会があるんですけども、まあ、社長の悩みというとですね、まあ、大きく分けると2つあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、それがまあお金のことなのか、人のことなのかっていうところですね、これが本当に2大悩みなのかなというふうに感じております。お金ににに関してはですね特にこれ創業期に まあ悩みがが結構発生するケースが多いいいかなという,ふうに思います一方で、人の面に関しては、これは組織が大きくなっていけばいくほど、ですね当然人が増えてくるという状況もありますので、そこの中で、どうやって組織づくりするのかみたいなこととか、ですねどうやって人を採用するのかみたいなことが出てくるので、それでその悩みなんかが出てくるというところを感じております。まあ、社長の人に関する まあ、お困りごとっていうところに、ちょっと焦点を当ててみると大きく分けると上位の3つですね。上位の3つっていうところを考えてみました。まあ、いろんな社長さんから聞くとですね。大体この3つに分類されるんじゃないかなというふうに思います。で、まず1つ目は社長と社員の立場の違いからくる危機感のズレというものがあります。で、これ何かというとですね。例えば経営の中のまあお金のことだけ見てもですね。社長はですね。やっぱりこう利益っていうところがですね。やっぱりこう目がいくわけです。けど 社員さんの場合だと自分の報酬が気になるので人件費っていうところにどうしても目が行きがちだったりすると。ということは、粗利の中の当然人件費と利益ではあるんですけども見ているところが違うのでどうしてもですねその仕事に対する危機感のずれっていうのがですね生じてしまったりとかするというようなことがあります。 それからまあ2つ目ですけれども、人事のことは何から手をつけていいかが分からないというところですね。やっぱり経営者の方のタイプで言うとですね、まあ、事業承継でまあ2代目、3代目ってなられる方はちょっとまあ別としてもですね、創業をされてる方で見ていくと、やっぱり比較的ですね営業とかが強いという方がまあ経営者になっているかケースがあったりとかして、それがまあ1つ目なんですけれども、一方でですね、技術とか専門領域を極めた。 方がですね経営者になっていると、まあ、職人気質な方が経営者になっているというケースがあったりするんですけどもことこう人事のことっていうのは意外に知ってらっしゃる方が少ないんじゃないかなというふうに思いますなのでまあそもそも何から手をつけていいかがわからないっていう声なんかもありますそして最後三つ目ですけども人が思うように育たないというようなことを聞いたりしますでこれは特にですね新入社員というところもあるんですけどもよく聞くのは割,割と長く一緒に仕事をしてきたパー アートナーというかですねメンバーがですね、例えば5年、10年ってやってきた中で、じゃあそろそろもう管理職につけていいんじゃないかなっていうところで、ですね例えば部長とかですね、課長とかっていう役職を与えたときに、それで途端にですね、なかなかこう人を育てられないで、部下メンバーがまあ辞めていくような、そんな状況が起こったりとかするということもあってですね、なかなかこう、管理職としての人が育たないみたいな声なんかはよく聞くかなというふうに思います。まあ、これが社長の人に関 お困りごとトップ3というところであります。もう もう少しですね今回のテーマであります、人材採用というところにちょっと焦点を当ててみると、これも3つお困りごととしてはよく聞くケースでまとめてみました。1つ目はですね、応募者が集まらないということがあります。ここでちょっとお出しさせていただいているのは、大企業というよりも中小企業というところが前提にあるんですけども、まあ、応募者がなかなか集まらないという声は聞きます。ここれははででですすすねねやっっぱりり、ね、がががととと取っていくっていくうところあああるのが1つでありますしななかなか中小 企業もですねこう魅力をなかなか出しきれてないとか、他の会社との差別化がなかなか出せないというようなことで、ですね、まあ、応募する側からすると、なかなか発見できないとか、ちょっと魅力を感じないなというところがあって、まあ、応募に至らないケースなんかあるんじゃないかなと思います。で、2つ目っていうのが、採用費がかかりすぎていて、まあ、できる限り抑えたいというところですね。で、これも比較的何年も採用を継続的にやってらっしゃる会社さんなんかではよく聞くことなんですけども、 例えば、まあ、私のクライアントなんかでもですね、年間で大体3人から5人ぐらい毎年取っている会社さんがあるんですけども、まあ、なるべく費用を抑えて150万年間150万から200万ぐらいです、まあ、これが高いのか安いのかっていうのは、まあ、経営者の考え方にもよるんですけども、まあ、もっと抑えられないかなっていうところも私は正直考えておりますだからそういう意味ではもし採用費を抑えられれば他に使える 費用としてですね捻出できることになりますのでそういう組み替えもできないのかなというところを考えたりとかはしております最後3つ目っていうのはですね入社しても早期離職してしまうと と,いうところがあります、まあ、これはまあ私も前職時代ですね、まあ、こういうような状況に陥ってたという状況もありましてですね採用で結構まあお金も労力もかけたにもかかわらず数ヶ月でとかまあ1年未満で辞めてしまうというところの人が出てきたりとかしました、まあ、やはり採用で費用をかけたにもかかわらず早期離職してしまうと費用対効果が見込めないっていうことと投資対効果が見込めないっていうところがありますので、まあ、そういう意味では この辺を改善したいという企業さんなんかも多いんじゃないかなというふうに思います。では この人事とかですね人材採用という面に関して言うと、ですねこの人事の仕事っていうのは何のためにやるのかって考えたときに、やはりこの本業の発展のために行うものだっていうのが前提にあります。つまり、この本業発展のために人事のことがあるので、この人事のことをですねどのように捉えて、どのようにしていくのかってことがとても大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。でここでですね少し 視聴いいいいいたただいてている方にアンケートを取っていきたいと思いますんで、まあ、少し心の中で回答いただければなと思います。まずですね、この人事、これは人材の採用とか人材の育成とか、まあ、組織づくりというようなことなんですけども、これが得意だっていう方はいかがでしょうか。じゃあその逆にですね、この人事の領域の仕事がですね、どちらかというとちょっと苦手かなと思われる方。 これですね、やっぱりアンケートを取っていくと、大体1割ぐらいが得意だっていう人がいるんですけど、だいたい8割、9割ぐらいが苦手だっていうふうに思われてる方もいらっしゃいます。でもまあ、実際に仕事ぶりとか拝見させていただくと、まあ、意外にそうでもないっていう方も多いっていうのも実情です。まあ、今回に関しては、まあ、得意な方は、まあ、より得意になっていただければと思いますし、まあ、その逆に、ちょっと苦手だなと思っている方はですね、もうその、ある意味それって勘違いだと私は思っておりますので、 それに気づけるようにしていただくといいのかなというふうに思いますなのでこの社長が経営者が学ぶべき人事の事柄とか人事の話とその一方で社長が学ばなくて良い人事の話っていうのがあります それが何なのかっていうことで、まあ、ざっくりまとめますと、まあ、重要な部分が2割と、そぎ落とす部分が8割ということですね。まあ、選択と集中という言葉を使うと、まあ、分かりやすいのかなと思いますけども、やはりまあ物事って、まあ、人事の領域だけではなくて、そこまで注力しなくても、そこまで力を入れなくてもいいことと、いやこれはもう外してはいけないっていうところがありますので、それをまあちゃんと抑えておくということが大事ということですね。でではそののぎ落とすす部部分8割です、ね、この部分割ねこが 何なのかっていうと一つ目は本業発展にあまり関係のない人事の施策というものですね具体的に言いますと労務系のこととかですね就業規則をどう作るかとかこの辺りに関しては生産的な人事の業務ではありませんのでもう本当にそれはもうシンプルにもう早く簡単に体制を作った方がいいというふうに私は考えておりますそれからま二つ目っていうのはちょっと今回に関しては中小企業の経営者とか中小企業の方々っていう ところを向けてお話ししておりますので、大企業でやっている人事の施策っていうのは、なかなかですね、これ、中小企業に落とし込もうと思っても難しい面があります。具体的に言いますと、やはり大企業と中小企業って何が大きく違うかというと、まず資金力ですね。これがやはり潤沢に資金力がある大企業であれば、当然、採用の企業とかにも捻出できる額が全然違いますし、それからもう一つは、マンパワーですね。まあ、人人のの数がままずそもそもも違いますので例えば人材採用に 関わる人たちもどれだけ大企業の人たちは大企業ではですね関わる人が多くいるわけですけども出所給付の場合はなかなかこう兼任でですね採用もやっていく必要があったりするのでなので単純に大企業でやってることをま真似してしまうと結構ミスが起こってしまうというところがありますそして重要な部分っていうのが何なのかということでこれはもうシンプルに本業発展に使える人事の話とか人事のことということですでもう少し具体的に言いますと今回の 人材採用ななんかままさににに本業発展に直結してる事柄になりますつまりどんな人材を採用するかによって成果を出す出さないっていうことにつながってくるのでという分ではこの本業発展に非常に直結してるんではないかなというところであります。なのでちょっとまとめますと人事の仕事というのはまず徹底してスリムにしていきつまり余計なことはですねそぎ落とし本業に直結することにまずは中心にですね邁進していくというところをやっていく必要があるんじゃないかな とというところでありますまず人事の仕事というのを見ていくのに人事部の役割というのを少し見ていきたいなというふうに思います。これ結構ミスしてしまうケースがあるので全体像をちょっとお見せするんですけども中小企業の経営者の方からですね相談人事の相談とかがあったりするときにこんな相談があったりするんですね。例えば、まあ、人材採用をしようと思うんだけどもどの媒体を使えばいいのかなっていうようなことをですね聞かれたりとかします。それからあと優秀な人を採用するのに どんな面接したらいいかなというようなことなんかも聞いたり聞かれたりします別にこの質問自体が悪いわけではないんですけどもこの質問っていうのは非常に格論なんですね具体的すぎる質問になってしまうのでそもそもその会社がですねどこを目指しているのか どういうビジョンがあるのか、どういう理念があるのか、経営目標、経営計画があるのかっていうところがないと、そもそも組織というものが設計できないっていうところになりますので、組織設計がなければ、もしかしたら採用しなくていいのに、採用してしまったりとかするというケースが出てくるということになるので、なので、まずは会社の理念から始まったビジョンとか、経営目標や経営計画っていうのがあり、組織設計をし、人材採用をどうしていくのかという採用戦略ですね。その辺りから考えていく 必要があるというところでありますそれができればですね先ほどのまた面接でどういう質問すればいいのかであったりとかどういう媒体を使えばいいのかみたいなことがですねその会社に合った形でですね回答が導けるんじゃないかなと思いますその上で入社してからこの赤いひし形のところになって入社後は育成があったりとか評価とか報酬や移動や労務の世界がですねこの中で入社してからですね行われるようになりますそれからまあ退社っていうのはまあ会社を辞める っていうところでありますけれども、これはま言葉を変えるとこの漢字で書いてある代謝で組織がま活性化していくのにまあ、一定の退職っていうのはもうこれはありじゃないかなと思いますので、こういう形で人事のことっていうのは回していくというところになります。そしてですね、あと人事に関するま悩みとか課題の中で人事の仕事の領域っていうのが大きく分けるとこの丸一の領域と丸二の領域に分けられるんじゃないかなというふうに思います。この丸一の領域というのは時間軸で で見ると緊急であり重要度からすると重要という緊急かつ重要の事柄と。 ここでどういう仕事があのここに、丸1のところに入るかというと、まあ、例えば、まあ、社員さんがですね、えー、退職後に労働基準監督署みたいな、労基署みたいなところに駆け込んで、ですねいや残業で払えみたいな、ですね割と労働トラブル系なんかはまさにここに当たるわけなんですけども、正直言って、ですね、まあ、イレギュラーであり、稀なケースです。どこの会社でもこれ起こるかというと、そんなことはないわけですね。でも起こっっててししまったら早急に対応して い,かないとどん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 大きなですね、えー、事柄になってきますのでこれはもう緊急かつ重要な事柄です一方で人事の仕事では緊急ではないんだけども重要な事柄の仕事が大半です例えば人材採用もしっかりいいですし人材育成っていう仕事もそうですし組織作り社風作りみたいなものもですねこの2の領域であったりしますでここで注意点としては緊急でないというところが、まあ、ポイントになっていますつまり、まあ、今はいいいんじゃないかな という風に考えてしまうと、まあ、せっかくいい採用を早めに着手できたのにもかかわらず、ズルズルズルズって結局採用できなかったということだったりとか、人を早く育てようという風にしてればですね、体制を整えていけば、まあ、だん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 人が育つような仕組みができていったにもかかわらず、それを後回し後回しにしてしまったばかりに、なかなか人が育たないというような状況が起こってしまったりするというところになります。なので、まあ、このあたりは1の領域に関してはあまりないんですが、起こってしまった場合 ににはもう早急に対応していいいいかないといけないととけ一方でこの2の領域緊急ではないんだけども重要な事柄っていうのはこれはもう本当に早め早めにですね対応していった方が後々楽になってくるんじゃないかなというところでありますそしてですね、まあ、これも先ほどちょっと申し上げましたように、まあ、人事の仕事というのは、まあ、徹底してスリムにして本業に邁進することというところで申し上げましたが私がクライアントとして入る場合の会社さんなんかで最初入った時っていうのはこの左 側のですね社長の頭の中が本業のことも当然考えるんですけどもやっぱり人のことで悩まれてるケースが多くてですね大体いいこう半々ぐらいなんかこう 日々日々考えられているようなケースが多くてですねやはり理想の形というのは右側で本業に8割ぐらい頭を使ってまあ、人事のことからって2割ぐらいに抑えられてですねもう本当に仕組みでだん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 こう回っていくような体制が作れるとまあ、理想というところでそれでまあ私はこの右側の方にですねシフトしていくようなことを仕事としてやらせていただいておりますそしてですねこれもちょっと考えとして持っておかないといけないこととしてですねまこれは先ほどちょっと申し上げた部分に関連するんです が社員さんの仕事とやはりこう部署。 だったり、もっと言うと、経営側のですね、目指す先というのと、全部一貫性を持った形で、経営というのがなされていくような状態を作っていくのが、まあ、理想というところです。人事はやはりこのことをですね、こう、一気通貫で考えられるような状態を作るっていうのが、まあ、人事の仕事でもあったりとかします。はい。というようなことで、中小級経営者の悩みっていうところを、一旦終わらせていただきます。はい。長谷川さん、はい、ありがとうございます。なんか、まだまだ L ステップ、一個も出てきてないですけれども。<laughs> そう実際私聞いてて <laughs> すすごいあの共感するところは多くてやっぱりこう経営者ってまあ私もまあ経営者の一発ですけれども本業とまあ人事とやっぱり半々ぐらいで考えてるなっていうところはどうしてもありますねちゃんと組織回ってるのかなとか次どういう人を育てなきゃいけないのかなって結構頭の中でいっぱいだったりするのでそれがこう8対2ぐらいになるとやっぱり理想的だなってその理想を実現するためにはまあ L ステップとかまあ細かいところはまあこの後出てくるんですけどもやっぱりこのまあ第1章で見ていた根幹部分をちゃんとまあ一気通貫する とかじゃないですけれども、やっていかないといけないなっていうのはすごく思ったので、めちゃくちゃ勉強になりました。はい、じゃあ第2章はこれデジタル時代って書いてあるんですけれども、はい、もうちょっとこう L ステップの話というか、まあデフォラのこう採用がどういう風うに今までの旧まあ、旧時代と新時代でこれから変わってくるのかなっていうところのお話になるかと思いますので、長谷さんまだ続きをお願いします。はい、わかりました。では続けて2番目のデジタル時代の人材採用戦略っていうところを見ていきたいと思います。まずちょっと結論的なお話をさせていただきます。 と今の時代っていうですねもう、ほぼほぼ、まあ、スマホで就活をですね行う時代というふうに思います。まあ、特に学生さんですね、新卒に限っては、もうスマホでも就活する時代というところであります。そして人材採用でも、無料で始められるこの SNS っていうのをフル活用している会社ほどうまくいってるケースがあるなというふうに思います。逆に言うと、この SNS、うまく使わっていかなければ、採用もなかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに感じます。そして3 3つ目としては、これはもうコロナ禍になってから特に感じるのは、もう人材採用でのオンライン活用というところですね。これはもう本当にもう必然になってきておりまして、特に去年はもう新卒採用の途中でですね、リアルからオンラインに切り替わったというところもあるので、まあ、ドタバタでありましたが、もう今年に関しては特にオンラインがもう主という形になるので、私のクライアントもですね、合同説明会、リアルの合同説明会とかもう全然出ないような状態になって、オンラインでの採用に。 全部シフトししててったりりとかしております LINE の話をちょっとさせていただきますと LINE というのがもう圧倒的なもう国内利用者数ということで8600万人、ね、もうこれもどん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 増えているような状況でこれ言葉を言い換えるともう生活のインフラにもうなっている状態なので対応で,です、ね、使わない手はないんじゃないかなというふうに感じておりますで私もあの大学で非常勤講師をやっておりましてですね毎年学生さんに LINE 使ってるかっていうこととかを聞くんですねもうこの 5年ぐらいずっと聞いてるんですけども、LINE 使ってないっていう人、学生はですね、1人も出てきてないですね。だから LINE を使っ てない人を探すのが結構大変なような状況になっているぐらい浸透認知されているようなツールというところもあります。まあ、そして LINE というのがやはり SNS その中でも圧倒的なリーチ力ということでここまでですね届くというですねツールというのはなかなかないんじゃないかなと私も Facebook とか Twitter とかやっておりますけども LINE ほど見られる見られてないなっていうところはすごく感じるのでやっぱり LINE はもう見られるっていうツールとしてはですね非常に他を追随しないとい。 と,ところがありますので、これ使わない手はないかなと思います。そして、なぜこのライン越しか、アカウントがこれ人材採用とかにもいいのかなと。 とか、あとまあ、普通に使われてるのかなというふうに考えていくと、まあ、大きく分けると3つあるんじゃないかなというふうに思います。1つ目は、もう、登録がめちゃめちゃ簡単というところですね。メルマガと比べれば、もう非常に分かりやすくて、まあ、ここにも書かせていただいているように、LINE 公アアカウントの場合、友達登録に1秒、一方でメルマガ登録は15秒ということで、まあ、15倍ぐらいの登録の時間がかかるわけなので、そういう面はもう、まずは、万人にですね、受ける登録のシンプルさということですね。それから2つ目というのは、 開封率が高いということで、まあ、LINE 公式アカウントの場合は開封率は60%以上一方でメルマガというのは10%ということがありますで、3つ目としては速効性があって反応がもらいやすいということでやはり先ほども言いましたようにスマホに入っていることもありますし反応がいいとい,い,いうこともあるのでというふうではこれ人材採用とかにも使う価値があるんじゃないかなというところであります まずは LINE シカアカウントの具体的なちょっと機能的な話を8選ということで、これマーケリンクで提供されているシートでありますけれども、ざっと8つほどを掲げておりますけれども、特に人材採用で使える部分で言いますと、まず1つ目の挨拶メッセージですね。で、これやはりこれは採用だけではないかもしれませんけれども、何か登録をした時の特典があると、やはりじゃ登録 登録してみようというふうな訴求になりますのでまあ、まずはここの辺をしっかりとした登録特典を設置してですね登録を促すというところが一つかなとそれからまあリッチメニューですねまあ、これも意外にですねまだリッチメニューを設置してない LINE 公式アカウントっていうのは結構見受けますまずこれだけでですね損をしているケースがあってまあ、逆に言うとまあ、このリッチメニューを設置するっていうのはミニホームページ化っていうところもありますのでリッチメニューを設置してですねで見られるようなアカウントに育てていくと いいううとととこころろがあるのかなというところで感じておりますそれとですね、あとタイムライン、8つ目のタイムラインというのも、これは例えば、Facebook とかのような機能と同じようなタイムラインというのが、無限に、無制限にですね、投稿することができるので、例えば採用活動で起こった事柄とか、社員さんのインタビューみたいなものもそうですし、いろんなものをですね、ここの中で画像やら動画やら、テキストベースの情報やらをですね、タイムラインで日々日々情報提供することもできる。 とというところでありますそして、L ステップですね、えー、見ていきますと、まあ、これもちょっと8000ということで、LINE 公式アカウントにまあ L ステップっていうのを入れていくことによって、最強のツールになります。で、それが何かというと、1つ目でですね、このステップ配信と。 いうのがありますこれはですね、これ採用に非常にもってこいっていう部分でありまして、それ何かというと、採用だとですね、例えばどっかのナビサイトに登録、エントリーしましたと。で、会社説明会に来るまでに、例えば1週間後とか10日後とかっていう期間があるわけですね。普通の通常のナビサイトであれば、リマインドのなんかメッセージとか送ることができたとしても、その学生さんとか、その応募者の方に、例えばトップメッセージとか。 社員インタビューの動画とか、まあ、そういうものをですね、なかなか送るっていう機会っていうのは、ほぼほぼないんですね。でもそれを登録、エントリーしてくれた学生さんとか応募者に、例えば翌日にはトップメッセージの動画を送りましょうと。2日目には、例えば社員インタビューを、会社の雰囲気が分かるような動画を訴求、送りましょうという、まあ、自動でこのステップ配信でができるので、会社説明会とか、まあ、実際に面接とか選考に来られたときに、ある程度、その会社のことが分かってる状態で、 るこういうのが自動でできるっていうのが非常に価値大きいかなと思います。まあ、それと2番目とか3番目、4番目のですね、まあ、セグメント配信だったり、顧客管理とか、登録者の把握とで。これはやはり採用のツールとしてはこれ非常に重要な部分でして、例えば、 まあ、2023年度卒だったり、2024年度卒だったり、まあ、これは学生さんっていうのは、これ、混在してですね、通常のナビサイトだと、混在して入ることは難しいんですね。やっぱり、インターンシップを受けたい学生さんと、実際の本採用の採用で応募したいっていう学生さんもいるので、それをですね、やっぱり通常のナビサイトだと、これ、管理上分けて入らないといけないってこともありますけれども、この L ステップだと、一緒にまず入ることができるし、タグ付けをすることによって、分けた情報 配信することができるので、非常にあの管理する側としても便利というところはあります。それがまあ顧客管理とか登録者の把握っていうところに繋がっていくっていうところはあります。 それと、あと、チャットボット自動応答というところもありますので、この辺がやはり採用業務をやってる人からすれば、最初にちゃんと設置をしておけばですね、いち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 一人一人、なんかチャットでですね、同じような情報を、毎回毎回なんか何人にも同じような情報をですね、手動で送っていくような手間がですね、もう軽減できるということで、まあ、非常に楽になってくるというところがあります。まあ、それと、回答フォームっていうのはありますので、これでまあ先ほどのセグメント配信でお話しし したような卒業年度ごとに回答フォームです、ね、分けて登録ができるので、それが必然的に送る情報をセグメントを分けて配信することもできるような状態が作れるということになります。なので、この L ステップを活用していくとです、ね、自社内に大手さんが、ね、ナビサイトっていうのは持ってます、あ持ってるというかは売っておりますけども、そのナビサイト自体が自社オリジナルで構築できるっていうのが、これ、価値大きいというところになります。2章目まで 終わりますはい長谷川さんありがとうございます。はい LINE 公式アカウントとか、ね、L ステップの良さがちょっとずつ伝わってきたかなと思いますけれども私も実はちょっといろんなことを経験してまして例えばあの今人材採用で L ステップ導入したいなっていう会社さんが複数社いらっしゃいますけれどもその会社さんは結構な大手さんでアプリ自社のアプリを使ってそこに学生さんに登録してもらってインターンシップ来てねとかこういうイベント来てねってやってるみたいだったんですねで先ほど LINE の開封率って60%って風ふにありましたけれどもそのアプリの開封率を聞いた時に私は愕然としました。 その方がおっしゃる人事の担当者がおっしゃるのはなんとアプリの開封率が0.6%なんと LINE の100分の1かみたいなね確かにアプリってまあ通知は一応来るけれども確かに興味なかったら全然開かないよなとでも LINE はそもそも媒体がね全然違いますからまあ通知が来たら基本的には見るしっていうところを考えるとやっぱりそれぐらいの率の差は出てくるのかなっていうのは今の説明を聞いてもですねすごく感じましたあとはステップ配信とかセグメント配信とかいろいろこうおっしゃっていただきましたけれども具体的にじゃあどういう にこう,うちの会社だったら使えるのかな あとはどれくらいの費用が削減できたり業務が効率化できるのかなっていうところが確かになんかできそうなんだけどまだまだちょっと頭にない方もいらっしゃるかもしれないのでちょっと3番目4番目のところで具体的な事例がちょっと出てくるかなと思いますのでまた楽しみにしていますありがとうございます、はいはい、ありがとうございます新人材採用手法の L ステップかける人材採用というところに入っていきたいと思いますでまず結論としてですねクライアントさんでちょっと今実現しているところでありますけども L ステップ LINE 公式アカウントを 活用して1つ目としては採用費をですね8割減できているとそれから2つ目としては採用業務を半減とそれから3つ目は応募者のファン化というところが、えー、実現できているというところで ありますじゃあ具体的にお話しさせていただきますとまず一つ目の採用費を8割減というのはこれもあのクライアントさんで実現しているところで言いますと、まあ、毎年3人から5人ぐらいの新卒採用をやっていて、まあ、年間で150万から200万ぐらい予算かけていると。 一人頭の採用費として考えてみると、50万程度というところなので、決して高いわけではないですね。他社さんから比べてですね。そこまで落としてはいるんですけども、とはいっても、これ5年間で採用費毎年かかっていくと、まあ、単純に1000万ぐらいかかるという計算になりますので、この1000万のうちに、まあ、半分ぐらいとかあればですね、他の費用に充てることができるので、まあ、例えば新規事業をするとかですね、まあ、そういうものにも当てることができるというふうに考えると、 と、それでも落とせればいいんじゃないかなと思いまして。この l ステップを導入していると合わせて、もう少し費用を抑えられるというのは line 広告っていうところも実は大きいというところであります。実際、その3人から5人ぐらい新卒採用やってる会社さんであれば、まあ、初年度こそ l ステップの構築とか、あとまあ採用のま line 広告なんかもですね。少しかけていく必要もあるので、おおよそ100万ぐらい初年度に関してはかかるわけですけどもまあ、それだけ見てもですね。あの。採用 は半分ぐらいに、単年だけでも半分ぐらいに落とせるんですが、その2年目以降がもう激減ですね。そのどういうことかというと、最初にやはり構築、L ステップで採用の管理ツールをです、ね、構築したあとは、もう LINE 広告とか、まあ、あとそれ,それ以外の学生さんとか応募者を集めるための媒体を少し使う程度で,です、ね、採用ができるというところになりますので、なのでまあ5年間で200万円ぐらい、つまり8割減が。 実現できるというところでありますここは大きいんじゃないかなと思いますもう一つですね二つ目の採用業務半減というところなんですけどもこれ意外にですねなかなかこう計算上を これ人件費の中のものなので、なかなかじゃあ、時間あたりどれぐらいかかってるかとかですね、それがどれぐらいの予算かかってるのかみたいなことはです、ね、なかなか出さない部分もありますけれども、実際計算してみると、まあ、本当にです、ね、採用業務っていうのが結構煩雑で、業務も多かったりするんですね。でそのの根源っていうのが 同じような内容を、例えば説明会ありますとか、選考に進んだのまの、まあ、同じような内容自体をアナログで,です、ね、手動でなんかこう、メールするとか、対応するとか、そういうことがあるので、結構時間がかかってしまったりするわけなんですね。で、それを L ステップを導入することによって、一元管理だったり、自動化っていうのが実現できたりしますので、採用業務がですね非常にシンプルになってくるというところですね。 でまあ、とはいっても、個々に対応しないといけないことは出てきます。でもこれはどちらか採用の後半あたりになればなるほど、まあ、個々で対応した方がいいことが出てくるんですけども、採用のな流れの中で、例えば一時選考とか会社説,説明会とかですね、その辺はもうどちらかというと、あの自動でですねその人に送っていった方がいいものが多いので、そういう分ではうまく自動,自動の機能と、あとまあチャットの機能とですね分けて使い分けをしたらいいというふうに考えております。そして で3つ目ですけれども応募者のファン化というところなんですけれども、まあ、ここはですね なかなかこのナビサイトでは実現がしにくかったりする部分もあります。もうそれはもう決められたフォーマットの中に情報というのを入れ込んでおくというぐらいの話ですし最近であれば自社内のウェブサイト採用のウェブサイトを作るという会社も多いかと思うんですけどもただどちらもですね学生さんとか応募者が見に来ないと拾いに来ないと見れない情報であったりするのでそこを LINE 公式アカウント l ステップをうまく使っていくと自動で でその人に配信するとかセグメントで分けてですねその人に合ったような情報を提供することができるということにもなりますのでまあ、これも繰り返しになりますが会社説明会とか選考に来るまでにトップのメッセージだったり社員さんのインタビューだったりとかあとまあ会社の表では出せないような情報をその応募した方だけにですね送ることもできたりとかします私がやっていた前の会社でやってたことで言うと説明会でですねこの会社の経営 方針書っていうのを紙ベースで渡してました。 でこれをですね、実際に PDF でですね、開催説明会に来るまでの間に、更新書みたいなものをですね、学生さんとか応募者の方に見てもらうことだってできるようになります。そういう意味では、ファン化をするためのツールでもあるんじゃないかなというふうに思います。で、少し具体的に見ていきますと、活用法としてですね、まず、友達追加時挨拶というものがあります。で、ここもどういうふうなものを組み込んでいくのかっていうところによって、友達登録されやすいというような状態が作れるんじゃないか なないいかなと思います実際の例で言いますと、まず友達追加の時の挨拶と、登録特典として、まずトップの、まあ、これはあの出演した動画でありますけども、その動画っていうのを見れる権利を与えております。で、合わせてちょっとこれ、特徴的なんですけども、適性検査をですね応募するしないにかかわらず、受けられると。 つまり、自己分析ができるツールを、客観的なツールをですね、これ、プレゼントしちゃおうというところを、登録特典として提供をしております。まあ、これ、実際ですね、裏側の話をすると、応募者の情報を先に得ることができるので、採用する側の企業からすると、先行に進んでくれたりとかすれば、早い段階から、どちらかというと、クロージングをかけていくようなこともできるというところにもつながっていきます。そしてステップ配信ですね これもやははりりファン化をしてていいいくっていうのは非常にいいツールでありますこれも何度か申し上げている通りで説明会とか選考に進んでいく間に会社側からのトップメッセージとか社員さんのインタビュー等々ですねそういう情報を提供するからこそだん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 この会社に対するロイヤリティ忠誠心が上がっていきながらですね説明会とか選考に進むのでどちらかというと落とさなくてもですね採用上を不合格にする前にいい人材がまあ応募してくる。 そういう状態が作れるというのが非常にいい効果というところはあります。それから回答フォームでですねこれもですね年度卒業年度によって情報を得てですねでその回答フォームで得た情報からタグ付けをしてその年度ごとに送る情報を分けて配信することもできたりするのでこれが実際の通常のエントリーシートと代替するようなものになっていきますのでこの回答フォームを使ってですね管理していくという形になります。 なりますそして、まあ、このタグなんかをつけていくことによってセグメント配信が実現でできるとということですねやはりインターンシップで来たい学生さんと本採用でですね応募したい学生ではですねやはりこう訴求する情報が違ってくるのでそういうふうにセグメント配信をしていくことが L ステップででは可能とというところでありますとセグメント配信でできること参戦ということでまとめますと、ま、その会社に関心度の高い学生限定に、ですね特別オファー配信として、個別面談につなげることができると、これはですね人材採用の中でも、実はやっていることでもあったりしまして、例えばリクルート制度とかですね、大企業なんかは、その表向きではなく、裏側の中でですね OB、OG がその後輩学生をとの面談とかを通してですね、 裏側で採用してたりするんですけども、それを中小企業も、この L ステップを使うことによって、裏側で,です、ね、特別ルートの採用までつなげることができると、それからインターシップ学生にはです、ね、まあ、翌年の就職活動があるので、まあ、早い段階でエントリー、インターシップのエントリーしてくれた学生は、まあ、翌年の就職活動でうまくいくための勉強会とかですね、まあ、そういうオファーなんかもできると。 つまり、大体年明けの3月とかが新卒採用のスタートラインですけども、それ以前にですね、インターシップ、夏の例えばインターシップに来た学生さんなんかに、秋ぐらいに特別勉強会みたいなことを提供することもできると。そして3つ目は、インターシップ学生に翌年のイベントとか、解説面会などのオファー配信もできると。 まあこれも別に他の会社と一斉のせいで3月から横並びでやる必要はないので、まあ、そういう意味では早めの段階で特別の説明会とかもできるんじゃないかなというところであります。そしてあとは分析のところでありますけども LINE 広告とかを使ったりとかあとまあ友達追加の経路などの分析から、まあ、翌年の広告予算額とかですね友達追加施策なんかを検討することができるということですね。例えばば大手のナビサイトであればもうそれそを 使うか使わないかとか、他のナビサイトに変えるのかどうかということになるんですけども、それよりもですね、やっぱり大事なのは、やっぱりどこに焦点を当てて予算を投下していくのかということが、L ステップ LINE 公式アカウントを使っていけば分析ができるというところであります。そしてつ目のののイインンンターンシップ学生を翌年の採用計画のメイン対象者へ、 まあ教育ファン化していく施策を検討することができるということですねこれもやはり今のオンライン時代だからこそスマホでの採用活動からですね教育を しながらですね、まあ、本採用で早い段階でも内定を出すこともできるんじゃないかなというところですなのでま,あまとめますとこの L ステップを使っていくと採用費を8割減だったり採用業務半減それからファン化というような人材採用の仕組み化を実現することができますというところであります はい、長谷川さんありがとうございます。はい、なんか私も今聞いてですね、あの、応募者のファン化をするっていうところが非常に共感をしてます。うちのお会社もまあ、新卒採用ではないななんですけれども、中途採用っていう形で実は L ステップを使っていて、あの、これポーンと一回配信するとですね、うちのアカウントは、あの、採用に特化したアカウントでは実はないんですけど、普通の まあ会社のアカウントなんですけれども、大体、登録者が今、4000人とかいらっしゃって、あの当時ですね、配信したとき、そこの配信をしたら、1回の配信でですね、なんと40人とか50人ぐらい応募があったんです。うん 1%, 1以上の応募者採用に特化してないにもかかわらずです、はい、でその時にあの、まあ、私も面接とかをしたんですけれども非常にこう今までと違ったなっていうのはやっぱり応募者の方がものすごくその会社のことをファンだとか、うん、あとは社長である堤のことをよく知っているとかそういった情報状態で来ていただけるからやっぱり採用のミスマッチっていうのが非常に少なくなるんじゃないかなっていうのは、うんうん 実感してますあと長谷川さんの中ですごく私響いたのが実際にこう、まあ、感度が高いじゃあ学生さんにセグメント配信ができて、まあ、特別のなんかこう個別面談をするとかそういった施策も実際にはできると思いますしあとまあ面接でいくら御社のことが第一志望ですって言ってもやっぱり裏は分かんないわけですよね我々。 でも実際、L ステップの中身を見ているとあ、この人はうちに興味がある人なんだとか、スコアリングって言ったりするんですけども、ボタンをどれくらい押してるかとか、どこの部分をたくさんページをして見てるかというのが、全部そのおっしゃった分析っていうところで分かっていくので、これまあちゃんとミスマッチのない人材採用というか、そういったところも非常に可能になるんだなっていうのは、すごく具体的なイメージがして、ワクワクしました。はい、ありがとうございます。ということとといいううここでで最最後後はは第章 第四章 L ステップかける人材採用でできることこちらはどのようなお話をされるかまた楽しみですけれども、はい、ではこの章よろしくお願いしますじゃあ四章ですね L ステップかける人材採用でできることお話をさせていただきますまとめも含めての内容になりますけれどもまずこのできることとしては採用費の費用対効果アップというところですねまあこれ前段でお話しした通りです解説説明会に参加するまでの興味付けアップのステップ配信ですね まあこれも非常に大きくて、まあ、先ほど堤さんおっしゃったように、ミスマッチングが起こりにくくなるというのが非常に大きいかなと思います。それと、新査採用エントリー者とインターシップエントリー者を分けたセグメント配信ということですね。やはりまあ受け取って価値ある情報というようなものを送っていかないと、まあ、結局、一律的に送ってもです、ね、受け取った情報がまあ不要だっていうふうになっていくと、まあ、それこそまたこう友達、ブロックされてしまうことにもな,なりかねないので、 まあそういうのを避けれるというのが、この L ステップではないかなと思います。それから24時間対応可能なチャットボット自動応答機能ということで、これはやはり採用担当者も24時間働けるわけではないので、そういうものではもう L ステップ LINE 公式アカウントで働いてくれると、採用担当者の代わりに働いてくれるというのは大きいかなと。あとは、これも申し上げましたように、採用担当者のオペレーション時間の削減というところも実現できるというところであります。ここからですね、まあ、業績を上げるための人材採用 採用戦略というところなんですけども、まあ、この大きく分けると3つの観点でですね、まず考えていく必要あるんじゃないかなというところです。1つ目は、ビジョンに基づいた採用設計を行うというところです。まあ、これもちょっと途中でお話ししましたが、会社の理念とかビジョンとか経営目標、経営計画と組織設計と採用設計という、こういうふうなあの順番とかがありますので、それに基づいてですね、この採用設計というのを行うと。で、2つ目は、情熱がある人物を見極めていくと。採用 でですので、まあ、当然、誰でもいいというわけではないので、その見極めることも行っていく必要があると、そして採用後のフォロー体制を作るということですね。 まあ特にあの新卒採用の場合っていうのは、本当にこう内定が出るのがもう春先であれば、4月、5月とか6月とかに出れば、ですねまあ約10ヶ月とか、1年ぐらいですね入社までの間に期間があるので、当然、それ離脱されるようなケースも出てくる、内定自体というケースも出てくる可能性もあるので、ちゃんとしたフォロー体制を作っておくことも、とても大事になるというところで,ありますではまず1番目のビジョンに基づいた採用設計を行うというところなんですけれども、 私が入る会社さんっていうのが、一見すると、ですね左下のですね一つ一つの塊としてはまとまりがあるんだけども、全体見ると、なんかこう、結構、ベクトルの違うような組織になっていると。 いうケースがあったりします。少し具体的に言いますと、まあ、例えば営業の部署と管理部門の部署と、この部署ごとではまとまりがあるんだけど、この営業と管理がですね、結構衝突しているような会社なんかもあったりします。営業ってのはと当然経費を使いながら売上げ上げていくっていうのが大きいミッションですけども、一方で管理部門っていうのはコストを削減してですね、いかに費用を使わないでオペレーションしていくかみたいな、そういうところがあるので、でもやっぱりいい状態っていうのは、この右上の、 いるような状態で組織,組織経営ができているというような状態が理想ということですね。なので、まあこの右側の右上の状態を目指すっていうところが組織設計あ採用設計のですね、まあ、前提になってくるというところです。 それとですね、まあ、採用で最も大切なことということで、まあ、それは成功する戦略を練ることということなんですけれども、ちょっとこれ、動画を見ていただいている方には申し訳ないんですけども、あえてちょっと細かい字でしております。で、これ、何かというと、大企業が人材採用とか、えー、あとまあ入社までの間のフォローというところを、どんな業務をやっているのかということの一覧表です。大企業はここまでやってる会社が 割とあります。でも一方で、ですね、中小企業が大企業と同じことをこれ仮にやったとしたら、そもそもまず資金的にここまで避けないということですし、あとはそれをやる人が、マンパワーが足りないということがありますので、いかに中小企業の場合ですね、選択と集中ですね。何にし で何に投下していくのかというところがとても大事になってくるというところでそして、まあ、採用設計の根幹の部分でもありますけども、まあ、次世代の採用ポリシーというふうに書きましたが会社を辞めるときに気持ちよく辞めてもらう採用というふうに書かせていただきましたこれ何かというとですね私が前職時代に社長に聞いて社長が言ってくれた一言なんですねで当然私も前職では人事の素人からスタートしてますのでその素人,で人材 採用ってどういうふうにやっていったらいいのかななんていうふうに思ってたときに、社長に質問したときに、この回答が返ってきました。で、これ、何かというのはっきり言えばよく分からなかったですね。なんで採用が会社を辞めるときに気持ちよく辞めてもらうのかっていうことを私は疑問に思いました。で、それで聞き返したんですけども、これ、どういうことですかって聞いたら、いや、それは結局退職することはいろんなその人の理由によって退職することはあると。でも、その退職した後にまた会社に戻ってきてくれると またその会社を敵視してですねやめていくんじゃなくて。 まあそれは同業者のところに転職することもあるでしょうと、もしくはお客さんのところに転職することもあるでしょうと。で、その場合に敵味方みたいな形で辞めていった場合には、当然お客さんのところに行ったら、仕事を振ってくれなくなってくるでしょうと。なので、そういう状態で辞めてもらうんじゃなくて、まあ、気持ちよく辞めてもらおようと、まあ、いろいろ理由はあるにしてもですね、そうすると、それを考えたら、採用の段階で、いいことばっかり言って、うちの会社はこんないいことがあるんですよなんていうふうに言って、ですね採用するんじゃなくて、 当社がままだだだできてないとかか、ま、未熟だからある意味、強みも大事だけども弱みとかできてないことも含めて、まあ、ある意味、さらけ出していくんだとオープンに極力するんだということで、まあ、要は入社後のギャップを少なくしながら採用というのをやっていきなさいということを言われました。まあ、なので私も今でもこのようなポリシーで採用というのを考えております。この前提に立って、 でじゃあどういうふうな採用設計していくのかっていうことなんですけども、やはり採用設計で大事なポイントとしてはその見極めるっていう作業だけではなくてですね、下側のこのファン化をしていくってことが、まあ、特にこれ中小企業っていうのは大事になってくるというふうに思います。大企業のように知名度があればですね、当然もうファン化してこられるので、しかも応募者が多いですから見極めることに集中することはできるんですけれども、やはり中小企業の場合っていうのはそのトップだったりとかその社員さんだったりその 会社だったり、ファンになってもらいながら、その土俵に上がってきてくれた段階で、選考の見極めるという作業に入り、でなおかつ、それだけではですね、やっぱり他者に取られてしまう可能性もあるので、最終的なクロージングをかけて、ぜひ来てくれというようなことをですね、勧誘という形でクロージングしていくということも大事になってくるというところです。そし でですね、応募者に関して言うと当然採用した段階で終わりではないので入社してくれるってことがとても大事になってくるわけですね。でなおかつ入社した後継続的に働いていただくっていうことが大事になってくるのでよくまあ入社後のギャップっていうところにま焦点が当たるというかギャップがあるというふうに言われているんですけどもじゃあそのギャップって何かというとここにちょっと書いてある通りなんですが、まあ、面接官と現場の人とのギャップがありすぎるっていうのが があったりとか。 まあこれもですね私の前職時代ありました私はまあ人事やってるので、まあ、長谷川さん見て入社しましたっていうね学生さんとかもいたんですけどもただ現場に配属した時にちょっとギャップがあるっていうことを言われたこともあったりしました、まあ、結構あの私の前の会社っていうのは住宅のメンテナンス会社で職人の世界だったんで結構荒い人たちが多くてですね私みたいな人と関与してた採用とはもう全然違うような人とですね関わっていかないといけないっていうことでそういうちょっと入社後のギャップが あったりしたということですねだからここは極力やっぱり採用の段階でなまあ、少なくしていくっていうのも大事になってきますそれからコミュニケーションが取れないとか風通しが悪いっていうことですねまあ、これもですねこれ一番目と関係する部分があって採用の段階に関わった人は比較的なんかコミュニケーションを図ってるし風通しの良さそうな人だなとかそんな雰囲気が感じるなというのがあったりするんですがいざ 例えば、営業所とか、支社とかですね、そういうところに配属したときに、なんかちょっと違うなということもあったりするので、そういう部分では、採用だけではなくて、その会社として、組織全体として、やはり採用で言ってることと、現場がやってることが、ですね、まあ、同じような、現行一致するような状態を作れることが大事ということですね。それととと採用時に聞いていてた話と違うと これもですね、私が前職時代に、私の前に採用をやってた人がいたんですけども、その方が午前中の会社説明会と午後の会社説明会で、まあ、学生さんがしする質問に対する失業との時間の時にですね、質問の内容は午前の人と午後の人が同じような質問をしてきたんですけども、回答がですね、なんか違う回答をするんですね。 それが2回続いて、これまずいなって私は思ったときに、また3回目でも同じような質問に対して全然違うような回答をしていったので、これまずいと思って、まあ、私がその業務をやるようになっていったんですけども、やっぱりこれは応募者の立場に立って考えたら、これまずいことなので、やっぱりこういう原稿一致するような状態をちゃんと作っていくことが大事だということですね。 それからまあ何も教えてくれないとか見て覚えろ的なマネジメントっていうのは、これは入社後ですね、割とあったりするケースがあります。特に今の若い人たちはですね、見て覚えろって言ってもですね、なかなか見て覚えなかったりするので <laughs>、その辺をちゃんと体制作りをしていくってことがとても大事じゃないかなと思います。実際に私がやってきたことで言うと、例えば新入社員に課した部分で言うと、マニュアル作りっていうのを課したりとかしました。でこれ何かというとう 日みたいなものをやる会社さんなんかがあったりするんですが、まあ、日報ってまあ業務日報だったりするので、やったことの事実をそこのに書いていくということになりますが、まあ、それをちょっと発展的にしたのがマニュアル作りです。よく OJT という形で、オン・ザ・ジョブ・トレーニングという形で、まあ、現場を通しながらまあ教育していくというようなやり方がありますが、それをもう少し能動的に、主体的にやったのがマニュアル作りで、要は先輩とか上司について見たり聞いたりして、 情報を全部あの記録しなさいと例えば必要であれば画像を撮りなさいと動画を撮りなさいとでそれを全部、まあ、1週間ごとにマニュアルを作りをしていってでそれを上司に提出するという形を取ったりとかしましたこれをやることによって今まで能動受け身だった受動的だった人がですね、まあ、能動的な人材に変わっていったりとかしたりとかしていますでなおかつ、まあ、マニュアルっていうのは中小企業だとなかなか作ろうと思ってもです、ね、着手しにくかったりするのでそれを新卒 社員とか新入社員がやってくれることによって、まあ、知的財産としてですね、会社の知的財産として溜まっていくような情報になってくると、まあ、そういうような形を取ったりとかしております。あと、まあ、最後ですけども、現場の人がネ,ネガティブと、まあ、これも私の前の会社で割とありまして、ですね現場配属してから残念な感じになっていたので、これもやはり社風作りとか、フード作りみたいなことで解決していかないといけないのかなというところであります。それとあとあ採用設計の中では どういうストーリーで採用をしていくのかっていうところが、まあ、大事になっていきます。シンプルに言いますと、認知してから最終的に入社決定するまでの間に、こう心理戦なんですね、応募者と採用担当者の心理戦になってくるので、押し引き押し引きをしていきながら、最終的に、もう是外でも入社させてくださいっていう気持ちに最終的に持っていかないといけないと。なので、いいことばっかり言ったり、まあ、機械的になんかマニュアル的に感じであの採用をしたとして してもですねなかなかそこに心は動かないのでそういう意味では押したりとか引いたりとかするってことがとても大事になるということです。なので例えば具体的にはですね最初の選考の段最初の段階で言えば、まあ、極力この会社面白そうだなとか楽しそうだなっていうグループワークとかっていうのを導入してその例えば二次選考とか3次選考とかでですねちょっと厳しめの選考なんかをすることによってあなんかこう良さそうな会社だなと思いながらやるところはやるんだなと。 厳しいところは厳しいんだなっていうギャップを。 減ってですね入社という気持ちをですねどん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 芽生えさせていくような、そんなこともですね採用のストーリーとしては非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。それと2つ目の情熱がある人物を見極めるというところなんですけども、ここもですねこれ、前職時代、社長と考えて考えたところなんですけども、どういう人を取っていく採用していくのかというところの中で、中心軸は考え方というところを重視しました。でや人っていうのはまあ能力とか スキルとかっていうのがあ,ある一方で、まあ、考え方が健全なのか、そうでないのかっていうところがあったりとかします。で、この A、B、C、D ってありますが、分かりやすくちょっと言いますと、A と B っていうのはどちらかというと、まあ、これはキャリア採用が中心かなと思います。で、C とか D っていうのはどちらかというと、まあ、新卒採用に近いところの人材かなと思います。人材の優先順位としてし下に書きましたけれども、A、C、D、B と。 いう,ふうに設定しておりますこれ何かと言いますと A が一番欲しい人材っていうのはなんとなく分かりますよね。スキルとか能力が高いことと考え方も健全だというところがありますのでこれは A が一番に来るっていうのはなんとなく分かると思います。次に来るのが C なんですね。でこれなぜかというと考え方が健全だから C というふうに設定してます。例えばあの何かかかかか上司ららととトップ指指示示がが出た時に指示を出したたににをしその新入社員とかが指示だ 出しししたたこととに対して反発したりとかいやそれやりたくないですとか、そんな無理ですみたいなことを言ってこられた場合には、ですね当然、これ、考え方にはマイナス思考にな,なりますので、当然成長しないというところもつながるので、でも、その一方で、分かりました、まずやってみますみたいな、ですねやることをまずは考えながら、じゃあどうやってやろうかっていうことを考えられるような人材であれば、ですね能力とかスキ,ルスキルは後からついてくるので、2番目は C というふうに設定しております。 そしてまあ D っていうのはまあ何かというと、これ両方バツバツなんですけども、これはですね、新入社員だからっていうことですね、新卒だからということで、考え方はこれから育てていくこともできるっていうふうに想定しているので、3番目が D というふうにしてます。 で最後、4番目が B というふうに来てるのは何かというと、一見するとこれ、能力とかスキルが高いので、欲しい人材になってしまいがちなんですけども、考え方がこれ、ネガティブだったりとか、マイナス思考っていう人であれば、これ、A と B はキャリアの人たちなので、それなりのキャリアを持ってる人たちっていう前提があるので、能力とかスキルがあるけども、考え方がマイナスであれば、例えばトップからその人に、B さんに指示したところで、自分の軸、 を曲げななければですねやらない仕事を受けないとかですね、そういうことになりかねないわけですね。なので、まあ、B っていうのを一番最後にしておりますで。これ、生命保険業界では、これ採用では B っていうのを外していますね。でこれどういう具体的に言うと同業者の 応募っってていいうのを受けないってことですね、まあ、プレデンシャル生命とかソニー生命なんかはそういうことをやっております。日本社の同業者の応募は受けないと。能力的にはあるのかもしれないけども、考え方が例えばプレデンシャル生命とかソニー生命。 の色に染まらないというかですね、そこを受けないということになりかねないので、B というのをそもそも受けてないというところがあったりします。最後ですけども、採用後のフォロー体制っていうのを作るというお話なんですが、まあ、これは新卒採用っていうところでは特に入社までの期間がとても長いので、これをフォロー体制っていうのを作っておく必要があります。で、ここで掲げているのが、私があの前職時代に作った。 プログラムで、ししてターゲット100というものを作りましたでこれはあの聞き慣れないと思いますけども、私が言葉を作りましたんで、ものになっております。で、具体的に何を課してるものかといいますと、当時ですけども、内定者に対して、家族とか友人、知人100人に対して、会社の紹介を、まあ、内定報告ですね、内定報告をして、当時、の紙のものを渡して、署名をしてもらうということを課しました。何のの目的でやるかととといますそそもそも会社のことを内定 報告しまますから100人の人ののにまず会社のことをもう1回今一度調べ上自分でしゃべるということになるので、まあ、当然、その調べる過程で会社に対するロイヤリティが上がっていくことと、100回も同じようなことをですねプレゼンしていけば、ですねプレゼン能力も磨かれていくわけですね。これはちょっと副次的な効果として、100人の人に内定報告していったら、例えば特に後輩とかに。 話をしていけばですね、先輩の会社なんかおもしろそうな会社ですねということで、これがリクルーティングにつながるような、そういうところも出てきたりとかしました。まあ、これはまあ本来の目的とはちょっと違うところでありましたけれども、まあ、いずれにしても内定フォローということで、まあ、こんなことを課してきましたで。それを行うことによって、結局入社後も早い段階で決めることができましたし、入社後の活躍の前倒しっていうところもつながっていくので、こういうことを課しておりました。 実はこれ、L ステップでもですね、これを実現できるなというところがあります。以前はまあ紙でやっておりましたけれども、L ステップで全部回答フォームとかで回答、報告をもらったりとかしていけばですね、全部一人一人の情報が溜まっていったりとかするので、そういう部分の使い方もできるなというところでもあったりとかします。はい。第4章は以上になります。はい。長谷川さん、ありがとうございました。 じゃあ一旦これで長谷川さんの内容としては終了ですね。あ、はい、最後にこれ出していただいてますけれども。はい えまあ冒頭にも申し上げましたが、こちらの QR コードからご登録いただくと、本日のセミナーで使った PDF の方がプレゼント自動的にされますので、ぜひここからご登録いただけたらすごく幸いです。あとは実際にじゃあこれですね、長谷川さん、まあ、こういった人材人事の部分、スペシャリストですし、実際 L ステップのこともめちゃくちゃ分かってると、なかなか人材のことも L ステップのことも分かってるっていう人は、まあ、日本に本当に長谷川さんぐらいしかいないんじゃないかなというふうに私も思ってますので、ちょっとじゃあ自社の採用について相談したいな ステップ作ってみたいなという方は同じくしてこの QR コードから登録していただけましたら長谷川さんからまたやりとりですねメッセージがあると思いますのでぜひご登録をお問い合わせいただければなと思います冒頭にもありましたけれどもこちらの QR コードがもしかしてエラーが出る場合は概要欄に同じ URL を貼っておきますのでそこからタップしていただければなと思います長谷川さんでは共有ありがとうございました、はい、OK です,いすはいということで最後ちょっと長谷川さんからこの動画を見ている皆様にもう1時間 超かなり経ちましたけれどもメッセージがあれば一言いただいてちょっと終わりにできればなと思います長谷川さん、はい、最後にいかがでしょうかはいはい、ありがとうございます私もですねつつみさんからこの LINE コーアカウントやるステップっていうのを学ばせていただいて当時はですね自社のまあ、営業の体制作りっていうところが主だったんですけども L ステップをつつみさんから学べば学ぶほどですねこれ人材採用で使えるな もしくは、もっと言うと、人材採用革命が起こるなというふうに私はすごく思っております。というのも、人材採用って意外に思われてないんですけど、営業の流れともうほぼほぼ同じなんですよね。なので、この L ステップを使わない手はないなというふうに思っておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ご興味ある方は、ですねこのマーケィングの方からですね、問い合わせいただければ、いろいろとまずはご相談とかもできますので、問いいい合わせいただければという,ふうに思っておりますありがとうございました。 本当にそう思いますねなかなかこの L ステップとかって売上アップとかそういった分野でやっと使われ始めてきたでも人材のこういった採用部門で使っている会社っていうのは本当に私が知ってる限りでもまあ片手か両手かみたいなそれぐらいでありますので、まあ、今この先駆者利益というか始めていただけると、まあ、ここでかなり有益になるのかなというふうに思っています。本当にうちで 人材 L ステップ使って採用しているのもそうですし、あとはまあ長谷川さんの先ほど事例にあったように、1000万かかるところが8割減っていうような会社さんも出てき始めているので、ちょっとでもご興味ある方は、ぜひ概要欄の URL からお問い合わせいただければなと思います。それでは長谷川さん、今回は本当に長い時間ありがとうございましたありがとうございました。 はい。では皆さんもここまでご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、それからグッドボタン押していただければ幸いです。長谷川さんに対してコメントがあるよっていう場合はコメント欄もぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ。ま